はい、着物ですね。はい、これは付け下げになるかなと。はい、なんですけど、ちょっと映りにくいかもしれないですけど、まあ、全体にこんな感じで黄ばんでます。まあ、気にしておられたのがこういった襟の部分の変色ですね。はい、あと探せば本当に普通にあるんですけれども、はい、この辺は大きなシミがついてますね。ちょっとまあやってみましょう。意外とまあ地色がしっかりしてそうなんでね、大丈夫かと思いますけれども、まあやはりね、古い変色シミということでね、結構まあ一つ一つが頑固そうではあります。
んとか正攻法でやれそうなんで、やっぱり変色もきついね。かなり年数もやっぱり経ってるんでしょうね、多分。抜きたくないんで、パッと見はね、分かんなくなりましたけど、まあ、よくやってるから分かりますけど、うっすら残ってますね。まあ、ここでやめておくのか、さらに踏み込んで、やるのか、まあ、今、ちょっと試案しているところでもあるんですけれども、まあ、なるべくね、染色補正をしないのであれば、まあ、このぐらいで収めておくのも一つかと思いますが、まあ、意外としっかりはしてますんでね、結構まだ。何回か踏み込んで、処理もしていけそうです。まあ、こんな感じでね、締めていきたいと思いますんで、はい。